悪徳のハエ、マルキ・ドサド。妹のジュスティーヌと私とが育てられたのは、パンテモンの修道院でした。ご存知のように、この僧院は、大層有名なもので、パリで、一番、美しく一番遊び好きな女たちが、もう何年も前から、毎年ここをすっております。元、私の両親の家の隣に住んでいて、奉仕な生活に飛び込んでいくために、父の家を出奔してしまった、例のユーフロジーヌも、この修道院での私のお仲間で、 私は、万事、この若い女の真似をしようと努めたものでした。今、私の妹が語り終えたばかりの物語をお聞きになった皆さんは、私が、ごく若いうちから、あんな波外れた道徳を身につけていたことに驚かれたことと思いますが、その道徳の最初の手ほどきを私にしてくれたのも、このユーフロジーヌと、彼女のお友達の猿に相当ですので、何は、さて、皆様に、まず、この二人の女の話をして、私の心の奥底に、 あらゆる悪徳の種がまかれたとき、この二人の養父によって誘惑され堕落させられた、私の人生の最初の時の模様を、正しくお伝えするのがよかろうかと存じます。パンテモンの修道院並びに、院長デルベーヌ夫人のこと。その理層は、デルベーヌ夫人という名前で、5年前から、この修道院の院長であり、私が知り合った頃は、弱い味噌地に達しようとしておりました。彼女よりも美しくなることは不可能で、まるで絵に描いたような姿。 乳和で光合シーバク、金色の髪、この上なく、好感の持てる大きな青い目、それに優雅女神のような見事な体つきをしておりました。若い頃、ベルベーヌは、彼女の兄をもっと浮遊にさせようとしていた両親の意思の犠牲となって、12歳の時から修道院に入れられてしまったのでしたが、彼女は、この兄が嫌いでした。本人は、まだ意思表示はできなかったにしても、いろいろな欲望が身内に現れ始める年頃に、 こんな場所に閉じ込められてしまったもので、人並みに、即世間のことや、人間が好きであった彼女にとって、ここでの生活は、当然、自ら諦めに徹するための生活。ついに、人中に、我と我が身をこごめせしめるべく、最も辛い戦いを勝利するための生活でしかありませんでした。年の割にひどく混ぜていて、あらゆる哲学者の著述を読み漁ったり、秘策三昧にふけったりしていたデルベーヌは、各、テコの隠れ、生活になく甘んじて、に、 三の女友達と、高い二郎割り合っておりました。彼女に会いに来て、慰めてくれるものもありました。もちろん、彼女の家は大層裕福でしたから、彼女は、望み通り絶えず色々な書物を送ってもらったり、甘いお菓子などを届けてもらったりしておりました。そして、それらの贈り物の中には、隠れ生活も、これを沈めることのできなかった。すでに大層活。私と親しく交わるようになった時、ユーフロチームは15でしたが、 私より18ヶ月早く、ベルベーヌ夫人の弟子になっていたので、当時、ようやく13歳になったばかりの私を、自分たちの仲間に入れようとして、二人は、しきりに誘惑したものです。ユーフロジーヌは、クリー、ロの髪、年の割には大柄で、大層ほっそりしていて、実に美しい瞳と、才気と気敏な精神とに恵まれてはいたけれども、私たちの二層院長に比べると、美しさにおいても魅力においても、ずっと落ちました。モースまでもないことですが、 平居している女たちにとって、快楽への傾向は、彼女らを、互いに親しく結びつける、唯一の動機なのです。女たちを結びつけるのは美徳ではなくて、乱らごとです。女は、自分のために張り切るものを好み、自分を揺すぶってくれるものを愛します。9歳の時から、最も多情な気質を備えていた私は、頭の中で想像する欲望に応じて、自分の指を動かすことに慣れておりましたし、また、この頃から、すでに、 自分を教育してくれる機会を見つけ出したり、早熟な自然が、すでに、私のために喜んで、その戸口を開いてくれていた、境外に進んで、身を沈めようとしたりすることにのみ、かけがえのない優越を覚えていたものです。やがて、ユーフロジーヌとデルベーヌとが、私の求めていたものをそっくり提供してくれました。私の教育を引き受けてくれた二層委員長は、ある日、私をご参に誘ってくれました。ユーフロジーヌも同席しておりましたが、その日はひどい暑さで、 私が部屋に入っていくと、二人とも、しどけない格好をしております。だが、何しろ、その方外な暑さが、二人のために、うまい口実になっているのでした。バライン、野のリボンの大きな結び玉で止めてあるだけの白砂のシュミーズを除いては、彼女たちは、タインと裸も同然という姿であったのです。あなたが、この修道院に入ってから、と、ベルベーヌ夫人は、私の額の上に、無造作に接吻して、こう言葉をかけました。私は、 いつも、あなたと、もっと親しい仲になりたいと思っていたのですよ。あなたは体操綺麗だし、頭も良さそうな風に見えますしね。あなたのような若い人を見ると、私は、何かこう、ふらふらとなってしまいそうなの。おや、お嬢ちゃん、くなったわね。いけませんよ、そんなことじゃ。羞恥心なんて、根も葉もない感情です。それは、ただ、風俗や教育の賜物であって、 いわゆる習慣というものの一形態に過ぎないのですからね。裸の男や女を作り出した自然が、同時に裸になることの嫌悪や周知を人間に与えようはずがないじゃありませんか。もし、人間が、常に、自然の原理に従っていたのだったら、人間は周知心などというものを決して知らなかったでしょう。つまり、この宿命的な心理が証明している通り、この世には、 自然の法則を完全に忘れ去ることをもって、初めて成り立つある種の美徳というものがあるのね。こんな風に、キリスト教道徳を構成している全ての原理を吟味してみると言うと、実に驚くべき人間性の歪曲が見つかりますよ。でも、まあ、そんな話は、いずれ後ほどにいたしましょう。今日のところは、他のお話をしましょう。さ、あなたも、私たちのように、着物を脱いでちょうだい。それから私に近づいてきて、 二人の小悪女は笑いながら、間もなく、私を、彼女たちと同じ格好にしてしまいました。ベルベーヌ夫人の接吻も、今度は、全く意気込みが違っておりました。なんて、この娘は綺麗なんだろうね。私のジュリエットや、と、彼女が、感の叫びを漏らします。なんて、この娘の可愛いお父は、弾むほど張り切ってるんだろう。お前さんのより大きいじゃないのさ。ユーフロジーヌ、まだやっと13だというのにね、やがて、 彼女は、自分の愛部が、私の感覚を完全に支配してしまって、今にも私が気絶しそうになってしまったのを見てとるや。ええ、じれったいね、と言って、もう我慢ができないという風に、荒っぽい言葉遣いをして、私をびっくりさせました。畜生、なんて公職な娘だろう。ねえ、お前さんたち、もう遠慮することはないよ。自然は、人間の美しさを隠しておくために、人間を作ったわけじゃないのだからね。 私たちの目を威嚇しているようなものは、一つ残らず悪魔にでもくれておやり。そう言って、自分の身を包んでいた薄い車のシュミーズをすぐさま放り投げてしまったので、レルベーヌ夫人は、あたかも、優雅女神の産業すらエイチエタであろう、あのウェヌスさながらの美しい姿を、私たちの目の前に表したのです。これほど、格好の良い死体、これほど、白く滑らかな肌、これほど美人に際立った体つきは、どこの世界にもありますまい。 ユーフロジーヌもオクレジと彼女の真似をしましたが、これは、それほどの魅力を私に見せてはくれませんでした。ベルベーヌ夫人ほど脂が乗っておらず、色もやや黒いので、おそらく、全般に彼女ほど人好きがするというわけにはいかないでしょう。けれど、なんという目、なんという再起でしたろう。これほどの魅力に心を動かされ、周知心の束縛を立つことに妙を得た二人の女に強く勧められてみれば、皆さんだって、私が、 つい言いなりになってしまったのも無理はないとおごしめされるでしょう。こよなく甘美な酔い。心地のうちに、私はレルベーヌ夫人に抱えられて、寝台の上に連れて行かれ、貪るような接吻の攻撃を受けました。このようにして1ヶ月が過ぎると優等生活にすっかり地道を上げてしまった。ユーフロジームはとうとう修道院や家庭とも縁を切ってしまって、男から男へと渡り歩く難脈なフケ。その後も彼女は私たちに会いに来て。 現在の暮らしぶりのことなど、こと細かに話してくれましたが、無論私たち自身だって、彼女の行為をとやかくは言えないほどに堕落している身ですので、相手を気の毒がったり、正道に連れ戻そうとしたりするようなことは、一切これを慎みました。あの娘もよくやったものよ、と、ベルベーヌ夫人は私に言うのでした。私だって、何度、あの娘と同じ境外に飛び込んでいこうと思ったか知れやしない。もし、私が女性に対して抱いている、極端な愛好よりも、 男に対して、さらに、強い趣味を抱いていたとしたら、きっと間違いなく、彼女と同じことをやっちゃっていたでしょうよ。でもね、可愛い,いジュリエット、私を、永遠の実居生活に運命づけた天の神様は、ありがたいことに、この隠れ書が提供してくれる、快楽以外のいかなる快楽をも、強くは望まないように、私という女を作り上げてくださったらしいわ。女同士で手に入れる快楽が、実に素敵なので、それ以上のものには、 タイの望みを抱かないというわけなのね。そりゃ、もちろん、私だって、人が男を愛する気持ちは理解できるわ。男を手に入れるために何でもするという気持ち、よくわかるわ。こと道楽に関する限り、私のわからないものは、ないのよでも空想力が捉えられるものよりも、実際私が手に入れたものの、方が、はるかに優れてはいないかしら私の哲学の第一歩はね、ジュリエットと、 ユーフロジーヌの出版以来一層私に愛着を示し始めたデルベーヌ夫人は、こう続けるのでした。世間の思惑などものともするな、ということよ。あなたなど想像もつかないかもしれないけれど、私は、自分が、他人に何と言われようと、一向平気なの。大体いい、癒しい植物たちの意見が、私自身の幸福をどう左右することができてそんなものは、結局、私たちの感受性の持ち方によって、私たちに影響するものでしかないのよ。 もし、知識と反省を積んだおかげで、私たちが、この感受性というやつをどんなさせて、最も感動的な出来事においてさえ、その効果を感じなくなるほどになったとしたならば、良かれ悪かれ、他人の思惑などというものが、私たちの幸福に、何事か影響を与えるなんてことは、全くありえないことになるでしょう。人間の幸福というものは、私たち自身のうちにこそあるべきもの、私たちの両親や、さらに、もっと、私たちの思想に依存しているものであって、 両親の、最も確実な勧告といえども、この思想の指示を仰がねば無力でしょう。なぜかというに両親というものは、と、この再起に溢れた女は語り続けるのでした。両親というものは、型にはまった、一様なものではないの。大人と常に、風俗の結果ないし、気候風土の影響であって。だから、例えば、私たちフランス人を立憂させるような行為が、シナ人には、全然、嫌悪の女王の情を起こさせない、というようなことも、事実としてあり得るわけよ。 従って、もしこの順応しやすい期間が、ただ、単に、飛行風土の違いだけによって、極端にまで走りうるものとしたならば、この場合、真に賢明なことは、不条理と現役との間から、道理にかなった重要を選び出すことであり、また、人が、自然から、通る桁成功にも、自国の政府の法律にも、同時に適合する思想を、自らのうちに作り出すことでしょう。そして、そういう思想こそ、 私たちの良心を形成するものでなければならないわ。人があまりに若いうちは、自らの行為の指針としての哲学を採用することが容易にできないのは、こういったわけなのよ。哲学のみが、私たちの良心を形成するのであり、また、私たちの人生のすべての行為を決定するのは、私たちの良心なのですからね。まあ。と、私は、ベルベーヌ夫人に申しました。それでは、あなたは、お自分の評判などどうなったって構わないほど、 無頓着でいられるというのですかその通りよ、あなた。本当のことを言うとね、私は、自分の評判が悪いという確信を持てば、ますます、内心で愉快を覚えるの。そして、評判が良いと知れば、まあそんなことはないでしょうけれど、きっとがっかりするでしょうね。いいこと、ジュリエット、このことをよく覚えといて、ちょうだい、評判なんてものは、何の役にも立たない財産なのよ。私たちが、 評判のために、どんな犠牲を払っても、決して償われはしないのよ。名声を得ようと、薬気になっている者も,も、評判のことなど気にかけない者も,も、苦労の多い点では、どちらも同時よ。前者は、この貴重な財産が失われ、はすまいかといつもビクビクしているし、後者は、自分の無関心を、いつも気に病んでいるの。そんなわけで、もしも、美徳の道に入っている茨が、悪徳の道に入っている茨と同じほどの量だとしたなら、 一体、なぜ、この二つの道の選択に、私たちは頭を悩ますのでしょう。私たちは、自然のままを、思いつくままを、そのまま素直に信用していれば、よかりそうなものじゃありませんかでも、そんな道徳を採用していた日な、と、私は、ベルベーヌ夫人にことを唱えました。あんまり、束縛がなさすぎて、なんだか怖いような気がしますけど。まあ、可愛いことを言うわね、と、彼女は私に答えました。 あんまり楽しみが多すぎて心配だっていうのね。でも、よく考えてごらん。一体、この束縛というのは何のこと冷静に考えてごらんなさい。人間社会の慣習なんてものは、タインドいつも、あまねく、社会の成員の認可なしに広められてしまうものなので、多くの場合、私たちの憎悪の的であり、世の良識とは相入れぬものよ。バカバカしい世間の慣習は、言いだくだくと、それに従おうとする、アホな人の目にしか、現実性を持たず、 英知取理性の目には、ただ、刑の対象でしかないものよでも、まあ、そんな話は、さっきも言った通り、後ほどにしましょう。いい子ちゃん、あなたのことは、私が引き受けたわ。あなたの無邪気さとうぶさは、これから茨に満ちた人生功労っていくためには、どうしても、案内者を必要とするわ。私が、その役を引き受けてあげましょうね。確かに、ベルベーヌ夫人ほど、評判の悪い女はありませんでした。 ある修道女などは、わざわざ私を呼び出して、私と二層院長との関係を難決しながら、あの女は堕落した女だから気をつけるようにと忠告したものです。実際、ベルベーヌ夫人は、二層院に住んでいるタインのすべての女を、堕落の道に引きずり込んでいたので、すでに15、十五、六人以上の者が、彼女の勧告に従って、ユーフロジーヌと同じ挙動に出ていたのでした。人の話では、彼女は、恐れ気もなく、自分の道徳を振り回す。 眼中心も人もない無信仰者なので、もし、その勢力や門罰がなかったならば、もう、すでに何度となく、厳罰に処されていたに違いなかろう、というのです。私は、でも、こうした歓言なんぞ、天から鼻であしらっておりました。ベルベーヌ夫人のたった一つの切吻が、たった一つの意見が、私と彼女との仲をサポートする人たちすべての十作よりもなお強く、私の上に、大きな支配力を振るうのでした。仮に、彼女が、 私を破滅に引きずり込むつもりだったとしても、私は、他の人について出世したりするよりは、むしろ、彼女と共に身を滅ぼすことを願ったことでしたろう。ああ、皆さん。この世には、口当たりの、極めて結構な悪徳というのがあるものです。ひとたび、この悪徳に本心から引きつけられてしまったものは、余心は冷たい理性が、私たちを一刻そこから遠ざけるとしても、再び逸落の手によって、そこに連れ戻され、 もう二度と離れることができなくなってしまうのです。ところで、私たちの愛すべき院長は、ほどなく、彼女が、決して私だけに連着しているのではないことを、私の目にはっきりと悟らせてくれました。丹精な愛情よりも、奉仕な情欲が、大きな部分を占めている、彼女の快楽のお相手を務めているのは、決して私だけではないことを、間もなく私は知りました。明日、面白いことをして遊ぶから、私のところへいらっしゃいな、とある日彼女が言いました。 エリザベートと、フラビト、ボルマル夫人と、それから、サンテルムが一緒になって、私たちは全部で6人よ。みんなで想像も及ばないような、面白いことをやろうと思うの。なんですって。と、私は言いました。それでは、あなたは、あの方たち全部と年頃にしていらっしゃるんですかもちろんよ。あの人たちだけじゃないわ。この修道院には、30人もの修道女がいるけれど、22人が、 私の手ほどきを受けているわ。18人の見習い2層の中で、まだ、私が手をつけていないのは、たった1人よ。それから、あなた方寄宿生60人の中では、たった3人が、まだ、私の言うことをうなずかないわ。新しいのが来るたびに、私は、どうしても、その娘を手に入れなきゃ気が済まないの。そのために8日間以上、反省の猶予は与えないわ。おお、ジュリエット、ジュリエット、私の道楽は、 一種の伝染病なのよ。周囲のものすべてを腐らせてしまわなければ気が済まないのよ。でも、私が、この病気を、こんな穏やかな方法で流行らせているのは、まだしも、社会のために幸いなことだと思うわ。もし、私が、私の性癖と道徳原理とを、持って、男相手に、この病気を流行らせた日な、それこそどんな不吉なことが持ち上がるか知れたもんじゃありませんもの。私には、前から不思議に思われていたことが、一つありました。 それは、テイラズの寄宿生たちを、ここの人々が、極端に大事にしていることでした。もちろん、すでに、修道女になる誓いを立ててしまった、娘たちに対しては、おのずから違った偶し方をしておりましたが、いずれサババへ出ていく寄宿生たちは、ほとんど理解に苦しむくらい、そのところ女性が尊重されておりました。で、私が、そうした手加減は、一体どういうわけなのかと質問しますと、低層は、 女の子の一番大事なものですからね、と、ベルベーヌが申します。私たちは、そうした若い娘さんとも遊びたいのは山々だけれど、何も、その娘たちの一生を、めちゃめちゃにしたくはないわ。修道院で過ごした一時期を、サババへ出て行ってから、楽しく思い出させてやりたいわ。そうじゃなくってつまり、これは、私たちの間の神器なのよ。私たちは、どんなに堕落しても、素人衆を起きぞ。 えにしようなんて考えは、決して起こさないのよ。こういう態度は、私には体操率に思われました。けれど、やがて、悪逆の限りを尽くし、すべてのものを足元に従える運命に生まれついていた、この私は、同僚の娘の純血を傷つけたいという、闇がたい欲望が、私自身傷つけられたいという欲望に勝るとも劣らず、この時から、ムラムラと浸透に湧き起こるのをいかんともすることができかねました。ベルベーヌは、間もなく、 私が彼女を捨てて、サンテルムに乗り換えようとしているのに気がつきました。実際、私は、この可愛い娘に首ったけになっておりまして、もう彼女なしにはいられなくなっていたのです。けれど、彼女は院長に比べると、実にお話にならないくらい、再起に乏しいので、彼女と過ごした後は、自然の傾向として、ベルベーヌの元に、再び立ち返っていくのは、仕方のないことでした。どうやら、あなたは、ここにいる娘さんの所置を傷つけるか、 それとも自分が傷つけられるかしなければ気が済まないような塩梅だけれど、とある日、この美しい院長が私にこう言いました。まあ、サンケルムを相手にする分には、それもたやすいことでしょうよ。あの娘は、私と同じように修道院で、これからずっと暮らしていく身なんだから、確かに、彼女を相手にする分には、何の危険もないわ。でもねジュリエット、もし、あの娘が自分も同じようにしたとしたら、あなたは、 一生結婚ができなくなるばかりか、このごちの結果、どれくらいの不幸が持ち上がるか知れませんよ。ところで、まあお聞き、知っての通り、私はあなたを愛している。私のために、サンテルムを袖にしてちょうだい。どうそうすれば、すぐに、私は、望み通りの快楽を、あなたのためにお前立てしてあげる。あなたは、修道院の中から、好きな娘を選んで、その初物を詰めばよい。ただし、 あなたの初物を積むのは、この私、いかが列称は、すっかり、私が元通りに直してあげるから、その点は大丈夫。けれど、これは、大事な秘密の儀式ですからね。あなたは、今から、サンテルムには、一切口を聞かないということを、神聖な誓いによって、私に約束してくれなければならないわ。で、もし約束を違えたら、どんな仕返しが、あなたの身に降りかかるかわかりませんよ。あの、 可愛らしい娘の身を汚すには、あまりに彼女を愛しておりましたし、それに、もし彼女を諦めるならば、望み次第の快楽が味わえるというので、私は、つい委員長の約束を、全部そのまま承知してしまいました。やがて1ヶ月経つと、ベルベーヌは、どう、異中の人は決まった。あなたが諸女を破ってみたいという相手は誰、誰と、私に寝ます。ええ、そうねロレットを私にくださいな。と、私は、 思い切ってこう答えました。私には、このロレットという娘の子供っぽさ、まだやっと10歳でした。可愛らしく生き生きとした小さな顔、家柄の良さなどが、すべて、言い,いようのない刺激でありました。二層委員長は、この幼い孤児が、保護者として、パリから100里も離れたところに住んでいるとしとったおじしか会っていないのを、もっけのこうとして、きっと、望み通り彼女は、私の邪悪な欲望の犠牲になりおせるだろうと、太鼓判をしてくれました。 ある晩、ベルベーヌ夫人の腕に抱かれて、彼女の宗教論を散々聞かされた後、私は、この愛の指南役に向かって、ロレットをくれるという、いつかの約束はどうしたのですかと、催促してみました。すると、決して忘れたわけじゃないけれど、と、ベルベーヌ夫人が答えました。今晩までお待ち。みんなが寝室へ引き上げたら、あなたは、こっそり抜け出して、おいで、ウォルマルドフラビも一緒に来るはずよ。でも、怖がったりしちゃダメよ。 あなたは、今から、秘密の儀式の会員になったんですからね。しっかりと服を決めて、勇気を出してちょうだい、ジュリエット。今晩は、びっくりするようなことを、ちゃんと見せてあげましょうね。そこで、私は、ベルベーヌ夫人と再会を約束して、はじめまず別れました。ところが、一体何としたことでしょう。一人の寄宿生が、たった今修道院を脱走したというが立っているので、その娘の名前を置いてみると、 それが当のロレットじゃありませんか。これには私も驚かざるを得ず、ロレットですって、と思わず大声を上げてしまいました。それから一人になって、ああ神様。あんなに期待していた相手だったのに、あんなに、私の心を燃え上がらせていた相手だったのに、不実な欲望よ。私は、お前を、虚しく身内に抱いていなければならないのかしら細かい点を言ってみても、誰も、この事件の内容を詳しく知っているものはありません。 すぐさま、デルベーヌの部屋に知らせに行きましたが、扉が閉まっていて、指定された時間までは会えそうもありません。この時間が、なんと長く思われたことでしょう。やがて、ついに時間になりました。ウォルマルトフラビは、私より先に、もう、デルベーヌの部屋に来ておりました。ねえ、あなたと、私は、勢い込んで二層委員長に言いました。例の約束を、あなたは、一体どうしてくださるおつもりロレットは、 もうここにいませんよ。誰が、彼女の代わりになるというのそれから、さらに、言葉に土器を含ませて、やれやれ。いくら約束してくれたって、これじゃまるでどうしようもないじゃありませんか、と。すると、ベルベーヌ夫人は、ジュリエットと、いかにも厳粛な顔をして、こう申しました。友情の第一義は信頼よ。もし、あなたが私の友達なら、もうそっと慎み深くをなり。そして、 つまらぬ島奥足はやめてちょうだい。あたしは、きっと、あなたに、快楽を味わせてあげると約束したのじゃなかった。そして、あたしが約束した以上、あなたは、十分あたしの生産を認め、この家でのあたしの権限を十分信用すべきではない。逸落の手段は、すべて、あたしが一手に握っていることを承知のくせに、あなたは、何をくよくよ心配する必要があるのさあ、あたしにしゃむいておいで。ようやく、あたりが、 すっかり静かになった。宣告びっくりするようなことを見せてあげると言ったのを、あなたは、まだ忘れてやしますまい。ベルベーヌは、そこで、小さな格闘に火を転じ、私たちの先に立って、スタスタ歩き出しました。ウォルマルトフラビと私が、彼女の後に従いました。そして、やがて、聖堂の内部に至ると、驚くまいことか、彼女は、墓所の蓋を開けて、納骨堂の中へ入っていくのです。 私の同僚たちも、事情を知っているのか、黙って、院長の後に正いていきます。私が、さすがに少し恐怖の色を見せますと、ボルマルが大丈夫と、目顔で合図を送ってくれました。やがて、院長が、墓石を元通りに占めて、私たちは、今や、修道院で死んだ女たちの埋葬場として使われている地下道に、潜入してしまったのでした。そうしてなおも進んでいきますと、またもや石段があって、十五、 六段ばかり下へ降りると、私たちは、天井の低い、大きな広間のような場所へ来てしまいましたが、この部屋は、実に、敵はよくできていて、おそらく、庭の真ん中にいくつもある通風穴が、ここと連絡していて、空気を送り込んでいるものと知れました。ところで、皆様、私が、この場所で誰を発見したと、大思いになります。そう、ロレットなんです。かつて、バッカスの寺院に生にとし、出げられた処女のように、美しく飾られたロレットです。 彼女の他に、二人の男がおりました。一人はデュクロ神父で、パリ大司教の副司教、三十歳ばかりの非常な美男子で、ファンデモン警察の食卓教師を務めている男、もう一人は、セイフランチェスコ修道士のテレイム氏で、三十六歳の色黒の美女婦、見習い二層と寄宿生の残悔長門層でありました。この娘、怖がってるのよっと、ルベルベーヌは、二人の男のそばに近寄って、彼らに私を見せながらこう言いました。 それから私に接吻して、さあ、もう分かったでしょう。いい子ちゃん、私たちがここに集まったのは、怖ろしいこと、残忍なことにふけるためだってことがこんな猛者の領分に潜り込んできたのも、生きている人たちのもとから、できるだけ遠く離れているためよ。道楽者も、堕落した人間も、極悪人も、すべて私たちぐらいになると、この世の、人間や愚かな法律を免れるために、 地中の奥底深く入り込みたいという望みをいつも抱くようになるのよ。この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。ないことですが、閉居している女たちにとって、快楽への傾向は、彼女らを互いに親しく結びつける唯一の動機なのです。女たちを結びつけるのは美徳ではなくて、身だらごとです。女は、自分のために張り切るものを好み、自分を揺すぶってくれるものを愛します。 9歳の時から最も座上な気質を備えていた私は頭の中で想像する欲望に応じて自分の指を動かすことに慣れておりましたし、またこの頃からすでに自分を教育してくれる機会を見つけ出したり、早熟な自然がすでに私のために喜んでその戸口を開いてくれていた境界に進んで身を沈めようとしたりすることにのみかけがえのない優越を覚えていたものです。やがてユーフロジーヌとデルベーヌとが 私の求めていたものをそっくり提供してくれました。私の教育を引き受けてくれた二層委員長は、ある日、私をご参に誘ってくれました。ユーフロジーヌも同席しておりましたが、その日はひどい暑さで、私が部屋に入っていくと、二人とも、しどけない格好をしております。だが、何しろ、その放外な暑さが、二人のために、うまい口実になっているのでした。バライン、両のリボンの大きな結び玉で止めてあるだけの白砂のシュミーズを除いては、 彼女たちは、隊員と裸も同然という姿であったのです。あなたが、この修道院に入ってから、と、ベルベーヌ夫人は、私の額の上に、無造作に接吻して、こう言葉をかけました。私はいつも、あなたと、もっと親しい仲になりたいと思っていたのですよ。あなたは体操綺麗だし、頭も良さそうな風に見えますしね。あなたのような若い人を見ると、私は、何かこう、フラフラとなってしまいそうなの。おやお嬢ちゃん。 なったわねいけませんよ。そんなことじゃ。羞恥心なんて、根も葉もない感情です。それは、ただ、風俗や教育の賜物であって、いわゆる習慣というものの一形態に過ぎないのですからね。裸の男や女を作り出した自然が、同時に裸になることの嫌悪や周知を人間に与えようはずがないじゃありませんか。もし、人間が、常に、自然の原理に従っていたのだったら、 人間は周知心などというものを決して知らなかったでしょう。つまり、この宿命的な心理が証明している通り、この世には、自然の法則を完全に忘れ去ることをもって、初めて成り立つある種の美徳というものがあるのね。こんな風に、キリスト教道徳を構成している全ての原理を吟味してみると言うと、実に驚くべき人間性の歪曲が見つかりますよ。でも、まあ、そんな話は、いずれ後ほどにいたしましょう。今日のところは、他のお話をしましょう。 さあ、なたも、あたしたちのように、着物を脱いでちょうだい。それからあたしに近づいてきて、二人の小悪女は笑いながら、まもなく、あたしを、彼女たちと同じ格好にしてしまいました。ベルベーヌ夫人の接吻も、今度は、全く意気込みが違っておりました。なんて、この娘は綺麗なんだろうね。あたしのジュリエットや、と、彼女が、んの叫びを漏らします。なんて、この娘の可愛いいお乳は、弾むほど張り切ってるんだろう。 お前さんのより大きいじゃないのさ、ユーフロジーヌ、まだやっと13だというのにね、やがて、彼女は、自分の愛部が、私の感覚を感じ、悪徳のハエ、マルキドサド。妹のジュスティーヌと私とが育てられたのは、パンテモンの修道院でした。ご存知のように、この僧院は、大層有名なもので、パリで、一番、美しく一番遊び好きな女たちが、もう何年も前から、毎年ここを育っております。元、 私の両親の家の隣に住んでいて、奉仕な生活に飛び込んでいくために、父の家を出本してしまった、例のユーフロジーヌも、この修道院での私のお仲間で、私は、万事、この若い女の真似をしようと努めたものでした。今、私の妹が語り終えたばかりの物語をお聞きになった皆さんは、私が、ごく若いうちから、あんな波外れた道徳を身につけていたことに、驚かれたことと思いますが、その道徳の最初の手ほどきを私にしてくれたのも、 このユーフロジーヌと、彼女のお友達の猿に相当ですので、何は、さて、皆様に、まず、この二人の女の話をして、私の心の奥底に、あらゆる悪徳の種がまかれた時、この二人の養父によって誘惑され堕落させられた、私の人生の最初の時の模様を、正しくお伝えするのがよかろうかと存じます。パンテモンの修道院並びに、委員長デルベーヌ夫人のこと。その二層は、デルベーヌ夫人という名前で、5年前から、 この修道院の院長であり、私が知り合った頃は弱い味噌地に達しようとしておりました。彼女よりも美しくなることは不可能で、まるで絵に描いたような姿、乳和で光合しいク、金色の髪、この上なく、好感の持てる大きな青い目、それに優雅女神のような見事な体つきをしておりました。若い頃、ベルベーヌは、彼女の兄をもっと浮遊にさせようとしていた両親の意思の犠牲となって、12歳の時から修道院に入れられてしまったのでしたが、 彼女は、この兄が嫌いでした。本人は、まだ意思表示はできなかったにしても、いろいろな欲望が身内に現れ始める年頃に、こんな場所に閉じ込められてしまったもので、人並みに、即世間のことや、人間が好きであった彼女にとって、ここでの生活は、当然、自ら諦めに徹するための生活。ついに、人中に、我と我が身をこごめせしめるべく、最も辛い戦いを勝利するための生活でしかありませんでした。歳の割にひどく混ぜていて、 あらゆる哲学者の著述を読み漁ったり、秘策三昧にふけったりしていたデルベーヌは、各、テこの隠れ、生活にぜひなく甘んじて、2、3の女友達と、互いに色を割り合っておりました。彼女に会いに来て、慰めてくれるものもありました。もちろん、彼女の家は大層裕福でしたから、彼女は、望み通り絶えず色々な書物を送ってもらったり、甘いお菓子などを届けてもらったりしておりました。そして、それらの贈り物の中には、 隠れ生活も、これを沈めることのできなかった。すでに体操活。私と親しく交わるようになったとき、ユーフロジーヌは15でしたが、私より18ヶ月早く、ベルベーヌ夫人の弟子になっていたので、当時、ようやく13歳になったばかりの私を、自分たちの仲間に入れようとして、二人は、しきりに誘惑したものです。ユーフロジーヌは、クリー、ロの髪、年の割には大柄で、体操をほっそりしていて、実に美しい瞳と、 再起と機敏な精神とに恵まれてはいたけれども、私たちの二層委員長に比べると、美しさにおいても魅力においても、ずっと落ちました。モーすまでもなに、私たちは頭を悩ますのでしょう。私たちは、自然のままを、思いつくままを、そのまま素直に信用していれば、よかりそうなものじゃありませんかでも、そんな道徳を採用していた日にゃ、と、私は、ベルベーヌ夫人にことを唱えました。あんまり、束縛がなさすぎて、 なんだか怖いような気がしますけど。まあ、可愛いことを言うわね、と、彼女は私に答えました。あんまり楽しみが多すぎて心配だって言うのね。でも、よく考えてごらん。一体、この束縛というのは何のこと冷静に考えてごらんなさい。人間社会の慣習なんてものは、タイどいつも、あまねく、社会の成員の認可なしに広められてしまうものなので、多くの場合、私たちの憎悪の的であり、世の良識とは相入れぬものよ。 バカバカしい世間の慣習は、言いだくだくと、それに従おうとする、アホな人の目にしか、現実性を持たず、英知取り性の目には、ただ、刑の対象でしかないものよでも、まあ、そんな話は、さっきも言った通り、後ほどにしましょう。いい子ちゃん、あなたのことは、私が引き受けたわ。あなたの無邪気さとうぶさは、これから茨に満ちた人生功労っていくためには、どうしても、案内者を必要とするわ。私が、 その役を引き受けてあげましょうね。確かに、ベルベーヌ夫人ほど、評判の悪い女はありませんでした。ある修道女などは、わざわざ私を呼び出して、私と二層院長との関係を難決しながら、あの女は、堕落した女だから気をつけるようにと忠告したものです。実際、ベルベーヌ夫人は、二層院に住んでいるタインドすべての女を、堕落の道に引きずり込んでいたので、すでに15、15,6人以上の者のが、彼女の勧告に従って、 ユーフロジーヌと同じ挙動に出ていたのでした。人の話では、彼女は、恐れ気もなく、自分の道徳を振り回す、眼中心も人もない無信仰者なので、もし、その勢力や門罰がなかったならば、もう、すでに何度となく、厳罰に処されていたに違いなかろう、というのです。私は、でも、こうした歓言なんぞ、天から鼻であしらっておりました。レルベーヌ夫人のたった一つの切吻が、たった一つの意見が、 私と彼女との仲をサポートする人たちすべての十作よりもなお強く、私の上に大きな支配力を振るうのでした。仮に彼女が私を破滅に引きずり込むつもりだったとしても、私は他の人について出世したりするよりは、むしろ彼女とともに身を滅ぼすことを願ったことでしたろう。ああ、皆さん。この世には、口当たりの極めて結構な悪徳というのがあるものです。ひとたび、 この悪徳に本心から引きつけられてしまったものは、余心は冷たい理性が、私たちを一刻そこから遠ざけるとしても、再び逸落の手によって、そこに連れ戻され、もう二度と離れることができなくなってしまうのです。ところで、私たちの愛すべき院長は、ほどなく、彼女が、決して私だけに連着しているのではないことを、私の目にはっきりと悟らせてくれました。炭性な愛情よりも、奉仕な情欲が、 大きな部分を占めている彼女の快楽のお相手を務めているのは決して私だけではないことを間もなく私は知りました。明日面白いことをして遊ぶから私のところへいらっしゃいなとある日か世間の思惑などものともするなということよ。あなたなど想像もつかないかもしれないけれど私は自分が他人に何と言われようと一向平気なの。大体癒しい植物たちの意見が私自身の幸福をどう左右することができて そんなものは、結局、私たちの感受性の持ち方によって、私たちに影響するものでしかないのよ。もし、知識と反省を積んだおかげで、私たちが、この感受性というやつをどんなさせて、最も感動的な出来事においてさえ、その効果を感じなくなるほどになったとしたならば、良かれ悪かれ、他人の思惑などというものが、私たちの幸福に、何事か影響を与えるなんてことは、全くありえないことになるでしょう。人間の幸福というものは、 私たち自身のうちにこそあるべきもの、私たちの両親や、さらに、もっと、私たちの思想に依存しているものであって、両親の、最も確実な勧告といえども、この思想の支持を仰がねば無力でしょう。なぜかというに両親というものは、と、この再起に溢れた女は語り続けるのでした。両親というものは、型にはまった、一様なものではないの。他人と常に、風俗の結果ないし、気候風土の影響であって、だから、例えば、 私たちフランス人を立憂させるような行為が、シナ人には、全然、嫌王の情を起こさせない、というようなことも、事実としてあり得るわけよ。従って、もしこの寸脳しやすい期間が、ただ、単に、飛行風土の違いだけによって、極端にまで走り得るものとしたならば、この場合、真に賢明なことは、不条理と現役との間から、道理にかなった中用を選び出すことであり、また、人が、自然から、通る桁成功にも、 自国の政府の法律にも同時に適合する思想を自らのうちに作り出すことでしょう。そして、そういう思想こそ、私たちの良心を形成するものでなければならないわ。人があまりに若いうちは、自らの行為の指針としての哲学を採用することが容易にできないのは、こういったわけなのよ。哲学のみが、私たちの良心を形成するのであり、また、私たちの人生のすべての行為を決定するのは、私たちの良心なのですからね。まあ、 私は、ベルベーヌ夫人に申しました。それでは、あなたは、お自分の評判などどうなったって構わないほど、無頓着でいられるというのですかその通りよ、あなた。本当のことを言うとね、私は、自分の評判が悪いという確信を持てば、ますます、内心で愉快を覚えるの。そして、評判が良いと知れば、まあそんなことはないでしょうけれど、きっとがっかりするでしょうね。いいこと、ジュリエット。 このことをよく覚えといて、ちょうだい、評判なんてものは、何の役にも立たない財産なのよ。私たちが、評判のために、どんな犠牲を払っても、決して償われはしないのよ。名声を得ようと、薬気になっている者も,も、評判のことなど気にかけない者も、も苦労の多い点では、どちらも同時よ。前者は、この貴重な財産が失われ、はすまいかといつもビクビクしているし、後者は、自分の無関心を、いつも気に病んでいるの。 そんなわけで、もしも、美徳の道に生えているイバラが、悪徳の道に生えているイバラと同じほどの量だとしたなら、一体、なぜ、この二つの道の先択に支配してしまって、今にも私が気絶しそうになってしまったのを見てとるや。ええ、じれったいね、と言って、もう我慢ができないという風に、荒っぽい言葉遣いをして、私をびっくりさせました。畜生、なんて公職な娘だろう。ねえ、お前さんたち、もう遠慮することはないよ。 自然は、人間の美しさを隠しておくために、人間を作ったわけじゃないのだからね。私たちの目を威嚇しているようなものは、一つ残らず、悪魔にでもくれておやり。そう言って、自分の身を包んでいた薄い車のシュミーズをすぐさま放り投げてしまったので、ベルベーヌ夫人は、あたかも、夕女神の産業すらエイチエタであろう。あのウェヌスさながらの美しい姿を、私たちの目の前に表したのです。これほど、格好の良い死体、これほど、 白く滑らかな肌、これほど美人に際立った体つきは、どこの世界にもありますまい。ユーフロジーヌもオクレジと、彼女の真似をしましたが、これは、それほどの魅力を私に見せてはくれませんでした。ベルベーヌ夫人ほど脂が乗っておらず、色もやや黒いので、おそらく、全般に、彼女ほど人好きがするというわけにはいかないでしょう。けれど、なんという目、なんという再起でしたろう。これほどの魅力に心を動かされ、 羞知心の束縛を断つことに身を終えた二人の女に強く勧められてみれば、皆さんだって、私が、つい言いなりになってしまったのも、無理はないとおご示されるでしょう。こよなく完備な酔い心地のうちに、私は、ベルベーヌ夫人に抱えられて、信頼の上に連れて行かれ、貪るような切吻の攻撃を受けました。このようにして一ヶ月が過ぎると、優等生活に、すっかり血道を上げてしまったユーフロジーヌは、とうとう、 修道院や家庭とも縁を切ってしまって、男から男へと渡り歩く、軟脈なふけその後も、彼女は、私たちに会いに来て、現在の暮らしぶりのことなど、事細かに話してくれましたが、無論私たち自身だって、彼女の行為をとやかくは言えないほどに堕落している身ですので、相手を気の毒がったり、正道に連れ戻そうとしたりするようなことは、一切これを慎みました。あの娘もよくやったものよ、と、ベルベーヌ夫人は私に言うのでした。私だって、何度、 あの娘と同じ境外に飛び込んでいこうと思ったか知れやしない。もし、私が女性に対して抱いている極端な愛好よりも、男に対して、さらに、強い趣味を抱いていたとしたら、きっと間違いなく、彼女と同じことをやっちゃっていたでしょうよ。でもね、可愛い,いジュリエット、私を、永遠の実居生活に運命づけた天の神様は、ありがたいことに、この隠れ所が提供してくれる、快楽以外のいかなる快楽をも、強くは望まないように、 私という女を作り上げてくださったらしいわ。女同士で手に入れる快楽が実に素敵なので、それ以上のものには、他人の望みを抱かないというわけなのね。そりゃ、もちろん、私だって、人が男を愛する気持ちは理解できるわ。男を手に入れるために何でもするという気持ち、よくわかるわ。こと道楽に関する限り、私のわからないものは、ないのよでも空想力が捉えられるものよりも、実際私が手に入れたものの、方が、 はるかに優れてはいないかしら私の哲学の第一歩はね、ジュリエットと、ユーフロジーヌの出版以来一層私に愛着を示し始めたデルベーヌ夫人は、こう続けるのでした。